まあタイトルに書いてある通り「8いらっしゃい」えー、と4月10日から旅配信をするんですけれども、えー、一部のね期間を抜いて日本全国歩きながらリスナーさん1万人にリア突していこうと思います。 で、あの、基本的には、あの、1万人のリスナーさんと出会うまで、あの、家に帰ってこれないというルールでやっていこうと思います。おい、今回いらっしゃい。初見さん、店長さんいらっしゃい。よろしくお願いします。フォードと申します。スタさんは、脱、コメントありがとう。あの、初見さんにもわかるように、4月10日から、あの、もうずっと夢だった旅配信をやろうと思っていて。ただ、まあ、ルールつけたり、条件つけた方が面白いなと思っていて。僕、配信その3年半なんですけど、 初めとか3年と8ヶ月か。大手になりたいなっていうのがずっと夢だったんで、絶対大手になるしかないっていう企画をやろうと <laughs>。ちょっとぶち上げてるんで、ぜひ面白いなとか、興味持ったし、こいつできるのかなっていうふうに興味持っていただけたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいので、ぜひフォローしてくださいえトレ。えー、トラザさんいらっしゃい。コルゴさんいらっしゃい。ブースカいらっしゃい。わざと。ね。 もうとことんまでやりましょうとことんまで <laughs> 1万人をやったらもう絶対大手になれるじゃないですかだからもうこれさえ達成したら絶対伝説になれるっていうところまで、えー、とやってみたいんですよもう絶対やってみたいっていうそこまでやってみたいです僕は 北南どこへ日本全国ですね全都道府県制覇です日本全都道府県制覇であのやっていこうと思ってるんでぜひぜひよろしくお願いします1万人いったらいけるっしょ絶対 <laughs> 1万人いったら絶対いけると思ってる はい、ワトツー、バレンネさんいらっしゃい。お帰りか。バレンネさんお帰り。ありがとう。名刺くれ。マストさん、僕名刺持ってないよ。名刺作ろうかね。でもな、あんまり荷物増やしてもさ、旅の時にあれだから、名刺とかは持ってかないかもしれないですね。シェイクハンドとか、写メ、写メ一緒にバサって撮る感じ。<laughs> 名刺持ってないです、僕。とりあえず数直さないと。そうだね。 まあ、今日はトレーニングしてないしさ。この後お風呂ゆっくり使って飯食うから大丈夫だよ。旅のね、泊まりはどうするんですかうん、まあお金ないから宿とか、なんか電気がとりあえず充電できればいいからマクドナルドとかになるんじゃないの <laughs> マクドナルドとか漫画喫茶とか。まあ金がある時はね、ホテル泊まったりとかしたら、うん、いいかなと思って。それも全部、もう、もう、木の幹のまま。 風任せ風ませせで行こうと思いますよ格闘イベントの前ですね。格闘イベントの時だけ戻ってくるって感じで。基本歩きで、まあリスナーさんが車で乗れようとか、どこまで送るようとか、まあ、フェリー乗ったり飛行機だったり、もう全部使おうと思ってる。だって配信だから手持ちの金がないわけだから、その、なんつうの、アイテムがなかったら俺飯も食えない状態だから。 稼ぎながら、リア凸1万人もありながら、旅をしながらってもう全部叶えないと。歩きじゃないよ。今言った通り。うん。で、船場はリスナーに進めてて。笑笑わ,わらってね。なんでなんだろうね。なんだろうね。コメント数関係ないはずなんだけど。ステッカー欲しいかステッカー欲しいのアイテム。ステッカー欲しいんだ。 カンパとかダメなんですかカンパ全然受け取ります。ただまあ、普通にね、カンパっていうか、アイテムで普通に応援できるからね。もう全部受け取ります、僕は。全部受け取ります。はい、ただまあ、あの、ふわ基本的に俺はふわっちと一緒にずっとやっていきたいから、あの、ふわっちのさ、アイテムとかもらえるとすごい嬉しいけど。Mac は多分ヘビーで使うことになりますね。m a c ナルドもう充電問題が死活問題なんで、配信は、外配信は特に。 こはもうずっっっととやてててきて分かってることなんでそこは気合い入れてやっていかないとなと思ってますね。うん。ああ、テントね。テントっていくらぐらいで買えるんだろうそうそう。もう、正直ね、寝袋持ってれば、でかいっていうか、もう、達成できたら、もう、世界が変わるなと思ってるし、達成できなかったら、仕事はもう、あの、今月いっぱいで辞めるのは確定してるんで、予定では何ヶ月えー、どうだろう。予定では何ヶ月ぐらいだろうな。 正直わかんないな、予定は。あの、もう未知数だから、その1万人が達成できるかできないかって言ったら、まあ無理だろうっていうレベルだと思ってるから、まずそれを達成絶対するっていうところかな。お風呂は入りたいけど毎日入れないでしょ。それこそ男のリスナーさんとかだったら、お家近いから入ってけよとかね、あったらすごい嬉しいし、銭湯近くにあるから行こうぜとかさ。なんかそういう楽しみ方できたら嬉しいなと思ってる俺は。 <laughs> <coughs> うんうん冬までには終わろう冬までね1年で終わると思ってない3年ぐらいかかるんじゃないのこれ絶対俺1年で終わると思ってないんだけど1万人って多分さ ほとんどのリスナーさんに会いに行くとかそういうレベルだと思ってるから結構めちゃめちゃきついと思ってるよ。うん。気合と根性ないとできないでしょう。マジでなかなかきつい配信だと思うよ。<laughs> 冬はあったかいところで過ごしたいしね。うん。だからまあ最初は北海道を目指して、で冬前になったら南下していくっていう感じで。 ぐる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 回る感じだろうね、とにかく。ぐる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 回っていくって感じだと思う。そうだね。そうだね。匂いで臭いっていうのは結構ないわけだから、結構きついわけじゃん。それはね。いや、3年ぐらいかかるんじゃないの余裕でかかると思うよ、俺。<laughs> だって1年で終わるか ?365 日しかないんだぜ。今住んでるところも解約。うん、これはしばらくそのままにしておく。のんちゃんも一緒に行くののんちゃん一緒に連れて行きたいなと思ってるね。現在157差で1位。あ、そうなんだ。マジか、157か。ちょっと僅差だね、また。ギリギリだよね。 その間のん離離れ離れになるじゃんまあだからもうのんたんが減らったら戻ってくるとかでもいいじゃん。<laughs> 俺の家に帰ってこなきゃ旅なんだから <laughs>。のんたんが会いたいっつったらさ、お互いどこで会おうぜっつって。それこそ、ね、会いに行くとかでもいいじゃん。あんまりその、もう不安材料は作らない。うん、不安材料は作らないで行こうっていうのが自分の考え。 いや、リスワン完全勝利って言うと、俺今月リスワン25回ですよ。<laughs> リスワン2やばいっすからね、うん。もう何回2位になったかっていう。<laughs> 何回2位になったかわかんないっすよ、マジで。だからもうノンタン連れていくぐらいの感じで俺は行きたいけど。うん、リアルタイムでいろんなところでもうどん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 会うっていうか。 そういういいい感じでやっっててきたいなと思ってる、うん。今日は練習終わったのあのね今日は茶子さんあのー、2日間ちょっと <laughs> 風邪をひいちゃって咳がひどいからちょっと休ませてもらってます今日と明日休んでで23日にあれをしようと思ってますねあのー、記者会見があるのででそっから練習再開が一番ベストかなっていうふうに思ってます、うん、それが一番面白いなと思ってて うん今格安航空あるから大丈夫格安航空すごいよねあ,ありがとうちゃこさん頑張りますありがとう かっちゃんいらっしゃい、ご無そと。元気だったうん。かっちゃん全然来なかったじゃん、最近。うん。時間帯が合わなかったのかな。のんたんも一緒に連れて行ってあげたら喜ぶぞ。ねえ、最高に楽しいよね。俺、のんちゃん大好きだから一緒に行きたいよ。うん、のんちゃん大好き。<laughs> のんちゃんかわいい、うん。のんちゃんでいると幸せな気分になるんだよね。すごい。大好きだよ、のんちゃん。 自転車だけ俺ね一回本気で考えたのは自転車の後ろにリアカー作ってでリアカーをもうベッドルーム作っちゃおうかなと思って要はもう部屋を部屋を運んでいくみたいなそうなんですよちょっと風邪ひいててそれどうたっちゃんありがとうたっちゃんありがとうねうん頑張ってほしいいろんなところをの目線で案内しようぜ。うんまあ、あるよふせありがとう思うとさ YouTube 見てるそうそうやっぱ生放送でしょかっちゃん 最近来なかったから寂しかったよ。うん。ありがとうね、来てくれて。超嬉しい。YouTube もね、最近格闘技の配信がメインになってるけど。ももくんはリスナーの家まで泊まって安く仕上げてた。ほうほうほほ。費用はステッカー700枚売ってすげえな。ステッカーってやっぱ大事なのかね。なんかグッズ販売みたいなのを作らないとダメなのかな、やっぱり。リア突したらこれ買ってあげるみたいなね。お布施的なね。ステッカー作ろうかな、俺も。 ちょっとステッカー考えます、うん、おい、こんばんは。えー、3 b g o p r o d u ドットシー c o さんいらっしゃい。ありがとうございます。こんばんは。風船ごくありがとうございます。楽しんでいってください <laughs> <coughs>。それあった方がとっつきやすい。OKOK。じゃあなんか考えるわ。なんかステッカーみたいなの。大輝さんはどつ また来るよ。練習頑張って。ありがとうね。カチャありがとう。うん。大樹さんはどっちいらっしゃい。楽しんでやってください。<laughs> ステッカーポップスタッフ。スタッフはまあたくみさんいるけど、募集してもいいかもね。ゆかりんさん、ハート5個ありがとう、うん。ステッカーは必要か。必須アイテムだもんね。そうだよね。稼いでいかないと。 その日止まったりとかもできないし、なんかヒカルんもやっぱステッカーすごいいいって、やっぱ欲しがる人も多いし、あの、お布施しやすいしって、いいだって言ってたからな。作るか、プライドを捨てて。ステッカーを、ステッカーを作るか <laughs>。実はね、あの、和堂のサムでもう一回バージョンアップします。ちょっとね、気に入ってるデザインができたんで、あの、今の、 あのサムネにね、プラスアルファする感じ。え、画面真っ暗え、画面真っ暗みんな、うん。画面真っ暗ですかどうですか、うん、<coughs> え、画面真っ暗そう。画面真っ暗見えてるよみんな。見、見れてるなんだろううん。あ,あ、大丈夫。うん。 p 何だろうね山手線ウォーキングの終盤の膝の激痛の雄たけび今でも鮮明に覚えてる恥ずかしいからやめてよ、うん、人の黒歴史をえぐらないでよ、うん、あれ未だに痛いかんねライラさんありがとううんオンの漢字のステッカー欲しいあ漢字のステッカーかなるほどほうほうほう,ほうなんかいいデザインあるかなそれも考えないとね 入したら大丈夫だったかつさん。ありがとう。<laughs> なんだろうな。なになんか、まあ、ステッカーね、考えよう、うん。見えてます。あ、店長さん、ありがとう。教えてくれて。<laughs> あと40分。あと20分か。あと20分だね。Twitter <laughs> <laughs> で放送拡散どうやるのスマホで見てる場合は、 スマホで見てる場合はさ、あの、俺の放送画面出すじゃん。そしたら、どうやってやるんだ俺の放送画面をまず開くでしょ,ょっ待って。Twitter で拡散はね、放送画面開くと、タップして、で、どうやってやるんだ でこの右上の部分を押すんだよ。この放送画面の右上の3本の矢印を押すとシェアするっていうのがあるからそうこの右上の矢印タップしてシェアするを押してもらえると嬉しいですね。そうすると新規リスナーさんが来てもらえる確率が上がるんであのリスナーを応援していただける人は是非シェアしこの放送をシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 よろしくお願いします。ありがとうシェアよろしくお願いします。ロピさんあ、ロピさんいらっしゃいどうもよろしくお願いします。通報するでダメでしょ <laughs> なんで通報すんだよ <laughs> なんで俺のこと通報しないといいんよおかしいでしょバン <laughs> 何にもしてないのにバンとか全然意味わかんないからね。超へこむわ。果てしなくへこむわ、俺。 は勝てますようにもう今日2位だったら俺は呪われてると思ってるから <laughs> もうこれだけやってもう本当に毎日この勢いでやってるけどもうこれだけやって2位ってことはもう本当にねなんか霊能力者に会いに行って除霊を頼むレベルだよ <laughs> 絶対おかしいでしょ横山健似てるかな春さんいらっしゃい健横山似てるもう初めて言われたけど1個間違えば通報なんだ超危ねえなこれ この設計おかしいでしょ通報ボタンとシェアボタンがさ紙一重のところにあるってさサイト設計として絶対おかしいよね、えー、あっほんとだ通報とシェア全然近いんだなんだこれどういうサイト設計だよね <laughs> これちょっと運営さんに言った方がいいよね似てるそう横山県でハイスタンダードの横山県うん何時に切る予定えー、59分 59分に切る予定だよ。59分で合ってるよね。59分の枠切りが確か一番いいっていう風になってるはずだけど。近かったっけ正解だよね。関信吾さんこの前教えてくれたもんね。59分でいきます。ああっのんたんのんたん起きたのんたんが、あのんたん起きてるちょっと、のんたん起きたかな。のんたん大事な話がある。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。<laughs>